ほら、ここもそう、距離詰めた後、左右のボディ打つときガード下がるんだよ。前の試合も何度か打たれてんだよね。確かにガード甘いですね、うん、だからこのボディ打つときにアッパー、うん、あるでしょ、うんうん、まあこれだけじゃ多分倒せないから、そっから先なんか練習した方がいいね。そうですね、うん、でもいや、左ボディの時にバックステップして左フックのカウンター一発で倒すそうじゃないですか。いや、それ難しいっしょ。だから無難にブロックしてアッパーの方がいいんじゃないの、うん、いやでも俺ならいけそうだけどな、うん、そうでしょ。ああ、いけると思うけどな。いやー、そんなの狙ってできるもんじゃないって、うん、いやー、難しいじゃん。あ、てかウリスさん、俺の試合の心配の前に自分の試合の心配してくださいよ。いや、俺も頑張るけど、うちで30年ぶりのチャンピオン誕生するチャンスだし。ウリスさん、うん、俺この試合勝ったらチカと結婚しようと思うんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ絶対勝たないと。俺勝っちゃっていいですか。また負けちゃった。かっこ悪くても好きだよ、ウリちゃんと戦ってる姿。俺この試合勝ったらチカと結婚しようと思うんですよ。俺勝っちゃっていいですか。恋と友情、憧れと嫉妬、理想と現実、これはもがき続ける挑戦者たちの熱い物語。ブルー